はい、皆さんこんにちは、こんばんは、GK です。今日の動画ですが、今日もリアタイ動をやっていきたいと思います。まあ相変わらずリアタイやってるんですけれども、はい、ということで最近近況の一応成績をちょっと見てみたいと思います。一時期ね、勝率ね4割台とかまで落ち込んでたんですけど、だいぶ戻しました。勝率7割3分3厘、多分これね過去最高だと思います。僕さっきまで 7.67 あったんですが、連勝が9で止まってしまいましたので、はい、また1からやり直しですね。ということで動画を撮っております。はい、まあタイミングなんですけど、ただの、まあ、次則本選手が先発だと思うんで、則本選手を使いながらやっていきたいと思います。で、打率もね3割8分なんで、まあ多分一番最悪な時よりは5分ぐらいは上がったかな。でもそれでもまだ4割とか打ってる人ザラにいるんで、まあ、それに比べたら全然僕は打ってない方なんですけど、基本的に僕の場合はなぜ勝っててるかというのを自己分析したら、おそらくですけど打率もそうなんですが、ホームランをね結構打ててるんじゃないかなと思います。まあ、28本なんですが、ヒット106本に対して多分28本塁打なんで、まあ、4本に1本はホームラン打ってる、まあ、要は1試合に1本ぐらいは打ってる確率で打ててるので、まあ、そのホームランが、まあ、ソロホームランだったら1点しか入らないんですが、まあ、そのタイミングとかにもよるんでしょうけど、たまたま噛み合ってこのままこの、うん、打点とかどうなんかな、得点が75、打点75っていうことは1試合平均 2.5 点か、ちょうど 2.5 点か。なので、まあ、2.5 点取れれば、防御率 1.42 だったら、まあ、そうですね。うん。まあ、悪くはないんじゃないかなと思います、僕的には。まあ、僕の中ではもう、贅沢言っちゃいられないんで、あまり僕もそこまでうまい方ではないので、うん、すごくいい成績ではあるかなと思います、今のところね。で、この調子でまたやっていきたいと思います。で、ちなみに前からオーダーとかは全然変えてないです。まあ、右打者を増やしてからやっぱり成績が良くなったので、まあ、やっぱりそれも要因の一つかなと思います。もう今、柳田選手、ギータを1番にして、で、8番に丸選手を置いてるぐらいかな。あと全部右置いてるんで、まあ、バース選手代打に入れてますけど、あとは全部2番から、2番から7番までは全部右で固めてるんで、まあ、そこで点取れてるかな。でもね、意外にね、やっぱりギータがね、良かったりもするんで、まあ、ギータが出て、まあ、そこから浅村選手につないで、まあ、そこ下につないで、まあ、そこで点取れてるのが要因かなと思います。まあ、ということで、やっていきましょう。じゃあ、対戦画面まで飛びます。はい、ということで、対戦の方よろしくお願いします。ちょっと噛みました、すみません。お相手西選手ですね。西選手はね、まあ、僕もまあ特別得意というわけじゃないんですが、そうですね、まあ、基本的にストレート待ちかな。まあ、あれは別にいいです、空振っても、正直、初球なんで。初球はね、思い切って振るっていうのを決めてるんで、自分なりに。で、西選手はね、まあ、ストレートの見極めもそうなんですけど、カット、スライダー、今のインコース。あー、これちょっと失敗しましたね。あれ、下に差し込みすぎなければ今のはホームラン行ってたかもしれないですね、うん、さあ引き続きいきましょうか。もうカーブも投げるんだ。西選手もね、変化球多いですよね、本当ね。そうそう、コントロール20丸もついてるから、ああいうボールをね結構見極めるのが大変だったりはするんですが、来ました。浅村選手もね、やっぱ打ちやすいですよ、本当に。手に入れた時からずっと言ってるんですけど、落合選手もね、本当打ちやすい。さあ、何投げてくるかな。来た。さあ、2者連発です。だからね、こういう打撃をできてるのが、うん、最近調子がいい要因かなと思います。 OK。
まあ、基本的に西選手はやっぱりストレート待ちなのかな。あれに差し込まれだしたら本当ちょっと沼にはまり出すので。ああ降参した マジか、ちょっとやりすぎたかな。いやでも嬉しいですね。うん。まさかの降参で終わりました。ということで勝利を収めました。まあでも今見てもらったら分かると思うんですけど、やっぱり右バッターの調子がやっぱりいいっていうのが、うん、要因ですね。うん、あえてまあ1日1試合で決まってるんでもうここで終わりたいと思います。すいませんね、なかなか。まあ本当はねやめてほしいんですけどね、リタイアとか。一応イベント見て終わりましょうかね。多分もうそろそろ3時になるはずなんで。まだですね。まだ来てないかな。まだ鳴ってないですね、多分ね。じゃあその間雑談でもしましょうか。ちょっと早く試合が終わったんで。まあ今みたいに西選手の攻略法としては、まあストレートを基本的に待って、最初に聞いただけでちょっとしくったんですよ。しくったけれども、やっぱね、左でちょっとずれてきてるんですよね、左の方が。あれが右バッターだったら、ああやって捉えてホームランにできるんですけど、で結構ね、系統が決まってるんですよね、西選手使う人って。だけある程度ストレート、例えば打ちます。まあスライダーでもいいですよ。スライダー打ちます。基本的に僕が西選手を対戦するときはやっぱりストレートをまず第一に待つっていうのがまあ基本なんですけど、まあ相手の配球とかにもよりますよね。まあ相手、僕がストレートいくら待ってても相手がストレート投げてこなければ何の意味もないので、じゃあ次何に変えるかって言ったらカットスライダーに変えるんですよね。で例えばさっきみたいにストレート待ちをしてストレートをまあホームラン打った、でここで追加して継続して投げてくる人もいますけど、まあ、基本的にはあんまりいない。どっちかって言ったらカットスライダーに変えたりとか、あとはそうですね、シュート、高速シュートがあるんで、高速シュートとこのカットスライダーの使い分けとかで打ち取ろうとしてきたり、で、あと、まあそうですね、あと、まああんまりいないですけど、サークルチェンジ系かな、がたまに投げてくる人とかいるんですけど、まあ確率としてはもうカットスライダーがほとんどなんで、次はそっちに狙いを変えて、さっきの落合選手でホームランを打つ。という流れですね。でここまでだいたいやってしまえば、ある、まあ要は投げる球がなくなる状態まではいかないかな。まあでもそういう主力級の球種を潰していくことで結構戦いやすくはなると思います、僕的にはね。まあいろんな攻略法の仕方があると思うんですけど、そこはまあ自分でやってみて、うん、どれが一番いいかとか。まあ、僕は基本的にやっぱりストレートツーシーム待ちしだしてから調子が良くなりましたね、打撃の方は特に。でストレートで結構差し込まれちゃってると結局変化球も差し込まれたりとか、まあ僕の場合は多いんですけど、それがそこに気づくことができて、で結局まあもう空振ってもいいやと思って、うん、だけどあんまりある意味思いっきりが大事だと思いますね。うん、空振ってもいいやぐらいの気持ちで案外、千賀選手とかでもそうですよ。千賀選手大体ストレート、ツーシーム、フォークじゃないですか。で3択なんですよ、要は。で、例えば自分が、まあ、ストレート、まあ、どっちかしたらツーシームに頼る人が多いですよ。ツーシーム、フォークに。まあ、僕もそうなんですけど、例えばまあ、フォークでもいいやと思って、回転がパッと分かったときに、もうフォークでもいいやと思って、ツーシームで決めつけて、パーンって弾き返すと、意外にホームラン、簡単に打てたりね。たりするので、まあ、思いっきりもやっぱり大事かな。お、3時なったね。なったけど、ホームランダービーか。ホームランダービーと、ああ、なるほどね。クライマックススカウト。侍ジャパンの S ランク1人確定。まあ、今出しても、なるほどね。まあ、あんまり弾く人は、まあ、YouTuber とかは弾くんでしょうけど、おなじみの人たちはね。サイリン、ああ、サイリンね。うんうん。ああ、外国人 OB も来てるんだ。まあ、じゃあ、ホームランダービーやっていきましょうかね。引き続きね。うん。ということで、すいません。ちょっと早いですが。
ここで一旦動画切りたいと思います。今回ホームランダービーやったんか、まあ、ルーレットヒッターとか最近来たしね、つなげのイベント何が来るんかなと思ってちょっと楽しみにしてたんですけど、まあ、ホームランダービーもね結構クリア、比較的クリアしやすいし、あのスタミナとまた別なんで V ロードも進めつつできるので、うん、非常にありがたいイベントですね。ということでぜひぜひ、はい、みんなもこのリアタイの動画を見てもらってると思うんですけど、何か参考になることがあれば発信していきたいですし、まあ、質問とかあるならコメント欄に書くなりなんなりでいただければ、うん、いただければ、うん、答えていきたいと思いますので、ご視聴の方よろしくお願いします。はい、では今回こちらで失礼します。お疲れ様でした。